柳愛珠はいますか？何時頃に戻ってくるか分かりますか？いえ、ご挨拶が遅れました。私は愛珠の兄、柳裕二です。一花、本当に来てたのか。久しぶりだな。なんでいきなり。今さら俺に用なんてないはずだろ。用がなければ来るわけがない。とりあえず座ったらどうだ。そうさせてもらう。いや、お前もいてくれ。あんたもそれでいいよな。構わない。その方が話が早そうだしな。申し訳ないが、同席してもらえますか？それで、用件は？俺も暇じゃない。簡潔に言うぞ。探偵の真似事などやめて警察に復職しろ。意味がわからない。一方的すぎるだろう。何年ぶりかに会って早々喧嘩でも売りに来たのか。暇じゃないと言っただろう。文脈から意図すら読み取れないのか。その年にもなって1から10まで懇切丁寧に説明しないとわからないバカのままなのか。相変わらずだな。あんたの意図なんてわかりたくもないが、職場か嫁側の親戚筋にでも何か口うるさく言われたのか。今さら難癖をつけてきたということは仕事絡みか。重要な出世に俺の経歴が邪魔になるとか、そんなところじゃないのか。少しは話が通じるようになったか。あんたの性格上、自分の障害になることでもなければわざわざ会いに来たりしないだろうからな。今俺は重要なポストにつけるかどうかの瀬戸際でな。当然ライバルも多い。一筋縄ではいかない連中ばかりだ。どこから嗅ぎつけたのか
お前のことも浮上した。弱みを握られたら終わりだ。ここを知ってるってことは、あんたも俺のことを調べたんだな。当たり前だろう。交流がないとはいえ、身内に不祥事があれば足を引っ張られる。余計な火の粉を払うためにも、真っ当な道に連れ戻すのは家族の義務だ。面倒だが。つまり、自分の出世のために俺に警察に戻れと。二度も同じことを言わせるな、バカが。いや、レベルを合わせる努力も必要だな。お前にも分かるように言ってやる。お前が前科者であることは調べれば簡単に行き当たる。今までは青少年更生プログラムとやらで守られてきたが、警察を辞職した今となってはその効力も弱まっているだろう。となれば残るのは前科者としてのデメリットだけだ。それだけでも問題だというのに。今度は探偵だ。不安定で信用が置けない、人様に言えないような水商売じみた職業だ。続ければいくらでもボロが出る。だからお前は警察に復職し、俺に恥じないだけの安定した地位と社会的立場を手に入れろ。帰ってくれ。星野一華さんでしたね。あなたも警察官なんでしょう。なら同志として弟に復職してほしいと思いませんか。しっかりしたお嬢さんだな。お前にはもったいない。いや、だがお前が過去にしたことを知った上で付き合っているなら、所詮似た者同士ということか。もう話を聞く気はない。帰れ。人の気持ちを考えもしないあんたに、彼女のことをバカにする権利なんてない。まだ話は終わっていない。今ここで制約しろ。バカバカしい。あんたの話を受け入れるメリットなんてないだろう。あるさ。俺の言う通りにすれば、過去のことは水に流してやる。家族としてお前の将来も面倒を見てやる。それのどこがメリットだと？お断りだ。家族と縁を切って孤独でいる方がマシだとでも言うのか。父と母がお前をどれだけ気にかけてきたか、今もなお心を砕いているか知らないはずないだろうに。忘れるな。俺たちがお前を捨てたんじゃない。お前が俺たち家族を捨てたんだ。警察官になるから縁を切るだとか勝手なことを言って、それっきり顔も見せずに。人の気持ちを考えていないのはどっちだ。お前は
ただの臆病者だ。誰も傷つけたくないなどと言って、本当は自分が傷つきたくないから逃げてる。あんたに何がわかる。俺は今日のところは帰る。だが覚悟しておけ。どんな手を使っても俺はお前を真っ当な道に戻すからな。父と母はお前をどれだけ気にかけてきたか。今もなお心を砕いているか知らないはずないだろう。忘れる。俺たちがお前を捨てたんじゃない。お前は俺たち家族を捨てたんだ。姉ちゃん、お前はただの臆病者。誰も傷つけたくないなと言って、本当は自分が傷つきたくないから逃げてる。おい、いちか。おい、姉ちゃん。もうすぐ8時だけど、遅刻すんぞ。だから言ったじゃん。何度起こしても全然起きねえし。早く用意しろよ。起こすくらいどうってことないけど。夜更かしでもしたのか。へえ、珍しい。そんなのコンビニで買えばいい話だし。うん、一色さんと食べてくる。いいから早くしろって。マジで遅刻するぞ。目の下クマすげえぞ。事実ならしょうがねえだろ。仕事うまくいってねえの？ああ、彼氏か。あの人、
何でも完璧にやってのけそうだけど、それが逆に疲れるっつうか、本音で話したりできなそうだよな。わかった、わかったから朝っぱらから遅刻しそうなのにのろけんな。うまくいってんならいいし。別に。いいから、早く行けって。いってらっしゃい。走ってこけんなよ。兄弟ってのは相性が悪くても、どうしても好きになれなくても、必ずどこかでつながっているものだ。お前が弟とちゃんと向き合おうと決めたなら、絶対に諦めるな。諦めなければ、いつか伝わる日が来る。以上です。タイミングの問題で確たる証拠はまだ抑えられていません。そうですか。今のところは状況証拠だけです。ただ現状でも客観的に見て疑いは濃厚でしょう。私の体感ではあと数日あれば決定的な証拠がつかめると思いますが、調査期間を延長しますか？いえ、もういいです。調査を打ち切ってもらえますか？そうですか。私が自由にできるお金にも限界がありますし、それにここの良くない噂も耳にしてしまって。当日です。柳さんの人柄は実際にこうやって話をした私がちゃんと知っていますし、噂は噂でしかないって分かっています。ただ疑い続けるのに疲れただけなんです。これ以上傷つきたくないって、そう思ってしまって。お気持ちはわかります。誰だって戦うのは怖いものです。でも怖いからと逃げ続けていても、いつかは真実と向き合わなければならない時が来ます。自分に嘘をついて生活を続けても傷が広がっていくだけです。今辛くてもあえて戦うことで、あなたにとって何よりも大事なものを守れると
俺は思います。もう少しだけ頑張ってみませんか。延長料金はいりません。柳さん、このまま諦めて泣き寝入りしてほしくないんです。だから発信元がつかみづらかった。更新所も使ったようだから同業ならなおさらだな。兄貴にも守りたいものがあるんだろう。何が正解かなんて誰にもわからないよな。正解があるのかすら。俺を信じてくれるお前がいるからここに立てているんだってこと。悪い、変なところを見せたな。その仕事の不調だが、それもおそらく兄貴の仕業だ。ストーカー被害に遭っていた女性の警護を依頼されたと思ったら、途中で一方的に打ち切られて、依頼人が音信不通になったり、浮気調査では調査内容を捏造しただの、相手と共謀して貶めようとしているだのと難癖をつけられて、裁判寸前まで行ったりな。どれもこれもこういう仕事をしていればぶち当たる可能性の高いものだ。精神的に追い詰められている依頼人も多い。だがここのところあまりにも頻繁に起こっていたんだ。探偵業なんてものは信用が全てだ。それさえ崩してしまえば依頼人自体が寄りつかなくなる。探偵としてやっていくことを諦めさせやすいと踏んだんだろう。俺が家族から過去からずっと逃げ続けてきた報いなんだろう。お前の職場に来た変な電話も兄貴かその会社関係の可能性が高い。さすがに直接危害を加えるようなことはしてかさないと思うが、何か変なことが起こったら言ってくれ。お前に何かあったら後悔してもしきれないからな。だが、一華、
恵まれてる。あ、メールか。酒？気を使わせてるな。確かに言ったが。ついでに、いざ俺の前で酔われると、それはそれで理性と本能の戦い勃発というか、我慢大会になるわけなんだが。あまり慣れないんだが、俺が使ったらやけに喜んでたな。店は飲むなら静かなところがいいが、酔うと本当に可愛くなるから、少しは自覚してほしいんだが。浮かれすぎだバカ。戻るか。仕事も溜まってることだし。